皆さんこんにちは、ピコアです。キュウちゃんです。今日は13年間、伸ばしてきた髪を切りに来ました。13、何歳ですか今？今13歳です。切ったことないってことで、はい。今どのぐらいまで、ちょっと立てる、すごい、お尻下ぐらいまでいいですか、こんなくてなくなっちゃうよ。楽しみだけど、うん、ちょっと寂しい。今までお手入れは大変です。髪乾かすのとか、リースとかするのが大変です。ドライヤーはどのぐらい？ドライヤーは1時間くらい。え、かかる？だってドラマ1個見れた。すげえ。どのぐらいの長さにするとか聞いてる？胸より下。あ、でも一応ロングだった。はい、0歳ぐらいの髪かもしれない。今日はヘアドネーション。はい、わかる？わかります。困ってる人の髪になるんだよ、自分の髪が貢献する社会に。切っていこう。はい。緊張してますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？よろしくお願いします。一応ヘアドネーションって何なのっていうと、病気とかで髪の毛がなくなっちゃった子に送るっていうことになります。でそれがヘアドネーションっていうんだけど、31センチ以上切らないといけないんで、そこは多分今日大丈夫かなと思うので、後で定規を持ってきて当てて止めてやります。切っていく。31センチ、緊張しますよね。31センチ切るのね、緊張するもん。30センチを超えてるんですけど、このペラペラちょっと危ないんで、ちょっとだけ予備取らせてもらってます。はい、ここですね。これ一番メインのところ。これはもうジャスト31ぐらいで本当に行きたいから、ちょっとだけ下げます。ここですね。最後は、ね、ちょっと合わせるので、ちょっとだけ。じゃあ最初ご自分で行こうか。うん、全然何も難しくないんだよ。ここの上の1センチぐらいですね。イメージ的にはこうやって切ってください。スタート。行っちゃってください。わあ。大丈夫。言い残すことはない。そっちが気になる。切れましたけど、何かない、何もない。寂しい。寂しい。持って、これを引くときに、引きます。あと3本あるんで、まず右の前をまたご自分で切っていただきます。初めてのカットです。自分で切る？こっち切った方がいいんじゃないですか。はい、せっかくなんで。このハサミいくらするか知ってますか？2万円。2万円。もう一回。え、4万。1万円。え、人声どころじゃないな。やば、どうする？12万円変わってるよ。さっきより全然うまい。どうぞ。はい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 、これが
病気で髪の毛が生えてない子たちのところに行くんです。それってすごい素敵なことで、誰もができることじゃないんで、僕らはできないんです。どうしよう、これ誰が切りますよ。自分で切りますよ。結構これ太い、こっちに持ってくるんだったらここまで切る。2人で切る、2人で切ってもいいよ、2本はすぐに。何にも関係ない、今日初めましての人が2人で切ったらいいんだよ。切る？全然読まれちゃう。ママなんて、お姉さんね。いいんじゃないですか、じゃあ。もう撮りましょう。はじめましてですよ、今日。何にもかに。やば。そんな展開になる。何にかもですね。めちゃくちゃ面白い映像撮れそうな。それどうする？やば。超緊張しますね。この辺りかな。そうです、そうです。今まで普通に聞こえてたじゃん。あっけない、あっけない。どうですか、31センチ切った気持ちは。頭が軽くて体重が1キロぐらい減った気がします。で、切ってる時は寂しかったけど、これが困ってる人のためになるなら嬉しいです。はい、さっきどのぐらいまで噛み合ったか覚えてる？こんぐらい、そうだよね、そうだよ、こんぐらいあったんだよ。こんなにすごいよ、超切ったね。お家に帰って、そう、なんか書類とか書いて、ぜひ送ります。はい、今日ヘアドネーションの証明書が届きました。切った髪が届いたことが分かってとても嬉しいです。これは髪を切った日の撮影で、キューガルのカメラマンさんが記念に撮ってくださった写真です。今見ると本当にとても長いなと思います。切ってからはシャンプーとかドライヤーがすごく楽になったし、栄養が行き届いているのか、髪がサラサラになって とても嬉しいです。切っても長いねって言われるので、ロングを保てていてとても嬉しいです。伸ばすのは大変だったけれど、誰かのためになるのなら切ってよかったなと思います。今はこの髪の毛を楽しんでいます。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ココアでした。